まあ、プラスマイナスないんじゃないかなと思ったんですけど、それとも毎回あれなのかな、正しく接続できてるのかな。こんな感じでもう簡単に外れるんで、こんな感じですね。でこれでそのままつけちゃいます。でその前にちょっとあれですね、簡単モリモリにしておきましょうか。じゃあちょっとつけるところに、こんな感じで簡単モリ、ハンダスイート歴は細くてあれなんですよね、ここの音も入らないんですよね、なんかあんまり。ちょっとここ細かくて大変なんですけど、先ほどみたいにちょっとあれですね、低油点ハンダちょっとやってみましょうか。はい、よしです。今日はですね、ゲームボーイアドバンスをちょっと修理してみたいと思います。最近あれですよね、あの IPS 液晶が結構いろんな YouTuber の方が紹介されてて、ゲームボーイアドバンスが画面がすごい綺麗になるっていうので、あの結構ゲームボーイアドバンス自体がジャンクでもかなり値上がりしてみたいですよね。メルカリとかだとジャンクで5000円ぐらいするんですかね。もうあのガチジャンクっていうか、どの程度のジャンクか分かんないですけども、まあ、メルカリだと、まあ動いても動かなくてもなんかジャンクで出してるような気がしないでもないですけども、まあ、そんな感じでちょっと値上がりしちゃってます。で IPX 賞ちょっと一応自分のやつ、これ V3 ですね、 V3 のやつ持ってこんなに綺麗になるんですよね、画質が。でこれが、ノーマルのやつですね、ゲームボーイアドバンス。これ壊れてるわけじゃないですよ壊れてるわけじゃなくて、これは裏面のところに反射板が、ミラーがあって鏡があるんですよね。でそこに光が当たって、その光を利用して画面をやってるので、光がちょっと弱かったりですとかするとちょっとかなり見づらいみたいな感じ。これはもう裏面のところから発色してるので超綺麗みたいな感じなんですよね。で一応皆さんちょっとこちらの IPS 液晶にしようと思って買われてると思うんですけど、結構な不具合がゲームボーイアドバンスジャンクではあります。どんなのがあるかっていうと、そのここのスイッチフローですね、今これつけオンにしてるんですけども、つかないんですよね、画面が。こんな感じで、でさっきついてたのは何回かに1回ぐらいはつくんですよ。ついてるかな、ついてないつかなくなっちゃったんですけど、まあ何回かに1回はつくみたいな感じで、で結構こういった症状だとあれですね、ちょっと落っこちゃった接点復活剤ですね、接点復活剤をこの頃に吹きかけて、分解するなりなんなりして吹きかけて、症状を治すっていうのがあるんですけども、結構何ですかね、スイッチ自体が錆びてたり腐食したりすると、まあ、接点が、つかなくて、接点不良でちょっとつかない、つきづらいとかつかないとかっていうのもあるはあるんですけども、腐食したクズですね、錆のクズとかそういうのが結局スイッチの中に残っちゃってるので、やっぱり何回かに1回つかないみたいな感じで、頻度は、かなり下がるんですけども、それでも 100% 改善するってなかなかないんですよね。なんでそこら辺をですね、せっかく綺麗な画面にするわけですから、スイッチの方もですね、気持ちよく一発でちょっとつくようにしたいなというので、今回ちょっとやってみたいと思います。まああとはあれですね、ボリューム不良ですね、ボリュームのところもやっぱり腐食とか錆とかでうまく接点がちょっと作動作用してくれなくて、ノイズが乗ったりですとか、音が出たり出なかったりですとか、あとボリューム調整が効きづらかったりするので、そういったのもあります。あとはここのあれですね、電池ボックスのところですね、これもちょっと若干あるんですけど、これぐらいだったらまあちょっとあれですね、無性エタノールで拭いておしまいぐらいだと思うんですけども、こういったところの電池の液漏れですね、もうかなり年月が経っているので、液漏れでここら辺のところがビチャビチャでちょっとダメになっちゃって、端子をちょっと交換したいなみたいな感じの具合のやつもあります。で、まあ、ちょっとなんですかね、ちょっとやそっと磨いたぐらいだと接点がちゃんとしてくれないっていうのがありますので、そちらの方はですね、こんな感じの
端子がもうアリエクスプレス、これどのぐらい前かな、半年前とか1年ぐらい前かな、なんかちょっと出てきたので、そのうちまたその液漏れでひどいやつちょっと見つけたら、これでちょっと交換してみたいと思います。でボリュームの方もちゃんとあります、アリエクスプレス、これ結構前からありますね。まあこれもちょっと不具合あるのを見つけたらちょっとやってみたいと思います。で今回はこれでスイッチの方ですね、スイッチの方を、新品に交換して、あのバッチリちょっと効くような感じにちょっとしてみたいと思います。じゃあですね、ネジを外して 1,2,3,4,5,6 と、あとここの中に確かあったような気がするんだよな。そうですね、ここの頃に、プラスネジがありますね。でこっちは Y 字ネジですね。外側のやつはこんな感じの Y 字ネジがあるんだ。これはホームセンターで買いました。自分は近くの KOD2 で、こんな感じの Y 字ネジですね。 Y 字ネジ、アネックスのやつ買ったんですけども、結構これいいやつなんで、Y 字っていうとやっぱプラスのネジに比べてちょっと弱いんですよね、力が。でこじっちゃったりする可能性あるんですけど、これだったらちゃんとできますんで、こういったのちゃんと用意すればいいんじゃないですかね。であとこちら、プラスネジですんで、とりあえず全部外したいと思います。これちなみにあれです、ハードオフで550円で買ったんですよ。接点不良だと結構こんな感じの値段で出てるので、狙い目だったりしますね。じゃあちょっと分解します。はい、じゃあちょっとネジ外しましたので、ちょっと開けてみたいと思います。もしかしたらなんか配線がひっついてるかもしれないので、確か現場でもひっついてなかったと思うんですけども、開けるときはちょっと気をつけて開けてください。こんな感じですね。あ、こっちは独立してんだ。これあれですね、引っこ抜いてこれに交換しちゃってもいいかもしれないですね。こっち側はハンダで固定されてるので、まああれなんですけど、こっちは全然腐食、あ、でもちょっとしてんな、これ腐食してますね。どうしよっかな、まあ、ちょっと考えますよはい、一応こんな感じですね。開けた感じだと、これはちょっと外して、どっか行かないようにしといてですね、あとネジを何個か外さないといけないんですよね。1,2,3個かな、3箇所ちょっと外します。であとここ、フラットケーブルがあるので、ここラッチのところはですね、外しておきたいと思います。こういうのですね、思いっきりやったりすると傷めてしまうので、ちょっと気をつけてください。じゃあここのちょっとピンセットで丁寧に抜いちゃいますね。こんな感じです。先にちょっと抜いとかないと、あれですよね、なんか落としてネジ外して落としたりするとガチャーンとかって外れてですね、ここ破損しちゃう可能性あるので、ここラッチ上げたら、下げといてください。なんか引っ掛けて壊しちゃう場合もあるので、じゃあちょっとネジ外します。はい、じゃあちょっとネジ外しましたので、どかしてみます。一応これがあれですね、本体ですね。まああとでちょっとここら辺のゴムとかも掃除してもいいかもしれないですけども、今回はちょっと端折ります。こんな感じですね。でスイッチがここで、これ外すやつ感じですね。まあ、ほこりまみれとかいろいろあるんで新しくしちゃうんです。まあちょっと若干形が違いますよね、純正のとは。こんな感じですね。ここをこれと交換するみたいな感じですね。こんな感じですね。でこれも交換しちゃいますか。こっちは全然腐食してないみたいな感じなんで、ここちょっと交換しちゃいたいと思いますね。こっち音量の方は特に問題、でもスピーカーがすっげえ汚れてんな、これ交換してえなスピーカーもちょっと交換しましょうか、せっかくなんで。それじゃあ今回はですね、なんか急遽って感じなんですけども、ここのスイッチの交換と、ここのあれですね、端子の交換ですね。あとスピーカーもちょっと汚れてこんなブジョブジョなので、これちょっと交換したいと思います。はい、じゃあちょっとこのほこりまみれのすごいっすよね。これをスピーカーよく分かってないんですけど、今のところなんか同じようなサイズで、まあ、適当につけちゃってて問題ないんで、なんかちょっと後コーンが潰れちゃってるのが、前このぐらいだったらいいでしょなんで潰れてんだよみたいな感じなんだけど、でこれをちょっとこのそのままハンドル外してつけるだけですね。なんかプラスマイナスとかもあんのかなって感じなんですけど、とりあえずなんかやってみて、なんかおかしなことなったことがないので、
まあ、プラスマイナスないんじゃないかなと思ってるんですけど、それとも毎回あれなのかな、正しく接続できてるのかな。こんな感じでもう簡単に外れるんで、こんな感じですね。でこれでそのままつけちゃいます。でその前にちょっとあれですね、ハンダモリモリにしておきましょうか。じゃあちょっとつけるところに、こんな感じでハンダモリモリにしてから、ちょんとこっちもちょんと、これでもおしまいですね。スピーカー交換終了で、これでこんな感じで収まるみたいな感じですね。コーンがちょっと潰れちゃってるの気になるな。はい、じゃあ次はここの端子交換しましょうか。これはハンダ吸い取る機で吸い取っちゃいましょうかね。ちょっととりあえずあれ念入りに吸い取っちゃいたいと思います。ちょっと熱いんで、ちょっとラジオペンチであれですね、ちょっと持ちながらちょっとやろうかなと思って。多分もうハンダトロトロにしちゃえばスポンと抜けるんじゃないかなと思うんですけども、もうちょっとあれですね、あのハンダ吸い取り線でちょっと綺麗にしましょうか。ちょっとハンダ吸い取り線は細かくてあれなんですよね、ここの音も入らないんですよね、なんかあんまり。まあ、これでちょっと念入りに、きれいにしたいと思います。ちょっとですね、ちょっとなかなか取れないので、低油点ハンダ使ってみたいと思います。あの以前動画で作ったんですけども、あのメルカリとかで結構最近安く売ってる方がいらっしゃるので、まあ、そういったところから購入してもいいかもしれないですね。これが40度とか50度ぐらいで溶けるハンダになってるんですよね。これをちょっと混ぜてあげて、既存のハンダ、あの吸い取りがうまくできてないやつにちょっと混ぜてですね、融点をちょっと下げるみたいな感じですね。そうすると長い間トロトロの状態になってるので、引き抜いても、基板を傷めないみたいな感じですね。こんな感じでだいぶいいんじゃないですかね。取れない。あ、抜けた。こんな感じですね。ちょっと今力加えちゃいましたけども、ちょっとあのぐらいの力だとかなりちょっと不安ですね。じゃあちょっとこれを、ハンダ吸い取り機とハンダ吸い取り線で綺麗にしておきたいと思います。一応ハンダの前に、あれですね、無水タノルでちょっと綺麗にしておきます。これ落下しちゃうな。さっきのクリップちょっと使って挟んだほうかな。こんな感じでちょっとクリップ使って固定しましょう。じゃあこれで、ハンダモリモリしていきたいと思います。じゃあまずですね、フラックスちょっと塗ってハンダの食いつきを良くしておきます。じゃあこの頃に通常のハンダをですね、まずラウンドを温めてから、十分温めてから、こんな感じですね。ラウンドをしっかり温めてからハンダモリモリですね。一応固定されてるのをクリップ外して、あと残りですね、きっちりとやっていきたいと思います。ここはあの通電するのと同時に、あと固定の意味もあるので、ちょっとたっぷり多めですね。これで OK かなと思います。じゃああとちょっと無水エタノールで掃除しておしまいです。これで腐食のない、あれですね、電源の、電池のところですね、なりました。で、あとこれだ、電源スイッチの交換だな。これもハンダ吸い取り機でとりあえず吸い取ってからハンダ吸い取り線かな。じゃあちょっとその手順でちょっとやっていきたいと思います。じゃあちょっと
ちょっとあんまり吸い取れないな。ちょっと狭いし、ハンダ吸い取り線かな、これは。ちょっとこれ細いやつですね、自分のやつ。ここちょっと狭いんで。ちょっと思わず声が出ちゃう。さっき外したものやりよかったな。こんな感じでちょっと吸い取りながら、ちょっと綺麗にしていきたいと。だいぶ取れてきましたね。じゃあ残りの全部、両方脇とかも全部ハンダ吸い取り線で取っちゃいたいと思います。ちょっとここ細かくて大変なんですけど、先ほどみたいにちょっとあれですね、低油点ハンダちょっとやってみましょうか。スイッチ自体はちょっと熱加えても大丈夫なんですけど、周辺にちょっと熱が伝わらないようにですね、気をつけたいですね。おっ、落っこちゃった。固めてから乗せるか。はい、ちょっと乗せましたので、ここら辺とかちょっと細かいチップとかなので、ちょっと気をつけた方がいいですよね。スイッチのところだけちょっと乗せるような感じで。うまい具合に。どいてくんないですかね。あ、取れた取れた取れた。OK ですね。取れましたね。じゃあこれちょっとハンダ吸い取り機で。じゃあ一応こんな感じで、無精打の通りでちょっと綺麗にしておきましたので、これ乗せてですね、ちょうどいい場所にこのクリップを使いましょうか。先ほどこれでちょっと固定して。ずれちゃった。ちょっといい感じにちょっとずれ固定してあげてですね。はい、じゃあちょっと固定しましたので、フラックス塗ってちょっとハンダモリモリしていきたいと思います。ちょっと細かいんで、これちょっと気をつけた方がいいですね。じゃあちょっといきます。まあ両端ちょっとやって、あれですね、きちんと固定したいっすよね。先になんか変な感じに乗っかっちゃった。これでいいのかな。じゃあまあラウンドをしっかり温めてからハンダ、こんな感じですね。これでいいのかな。じゃあこれで多分ちょっと固定されてるので、あとはあれですね、こっちの細かいところ切ってやっていきたいと思います。こちらも同じ感じでランドしっかり温めて、細けんだなこれ、ちょっと。ちゃんとついてくれてるといいんだけども、基板との食いつきがちょっとあれですよね。ちゃんと通電してるかどうか。ちょんってなっちゃう。かっこ悪い。じゃあ一応できました。無精エタノールで掃除して、動作確認ですね、組み込んでやりたいと思います。ここら辺とかちょっとすごいチップ細かいのあるので、ここですね、 R1R ってやつに抵抗だと思うんですけども、あとここに F1 ってやつもあるので、ちょっとそこら辺ですね、ハンドするときちょっと気をつけてください。じゃあ一応できましたので、ここはこんな感じですね。でスピーカーもできてる、ここのところも端子もちゃんと固定できてる。じゃあこれで、また組み上げてちょっと動作確認してみたいと思います。
はい、じゃあとりあえず仮組みしました。まだ全部ネジ止めてなくてボタンとかも設置してないですね。で、あとこれもちょっと後でちょっと交換したいと思いますけど、ここの端子じゃない、あの電池の接点ですかね、接点っていうのかなじゃあこれちょっと電池組み込んで、ソフトは先ほどと同じくスーパーマリオですね。じゃあ一発起動しますか、どうか。スイッチワン、来たいったやったぜやったぜちょっともう1回ぐらい、何回かちょっとやってみましょうか。3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。 OK ですね。10回中10回ついてる、だからもう直ってますね。完全にここのスイッチのところが復活しております。じゃあとりあえずもう1回バラして、ここのところの端子ちょっと交換しましょうか。どんな感じで交換するのか、自分もちょっと交換したことないので、ちょっと爪のかかり具合とかあれですよね、破損したかもしれない、ちょっとやってみたいと思う。じゃあちょっともう一回バラします。あ、もう一回ですね、ちょっとスイッチのところの交換で、すごい気をつけてもね、このところのこの抵抗が超ちっちゃいんで、これですね、このドライバーの先っちょになる黒いので、両脇のハンダになってるの、この抵抗が超ちっちゃいんですよ。で、ここのところのハンダを外すときに熱して、これが痛めちゃう可能性あるので、気をつけた方がいいですね。で、あと、ここのところにヒューズがあるので、ここですね、このドライバーの先、F1、これって、多分ヒューズだと思うんですよね。だと、もう、ちょっと違ったら教えてください。で、これもここのところがすごい近いので、やるときはすごい気をつけた方がいいですね。スイッチの方はもう交換するんで痛めても大丈夫なんですけども、あの交換前ですね、交換するときなんで、スイッチ面によりスイッチに寄り気味でちょっとハンダ持った方がいいかもしれないですね。じゃあ先ほど言ってたこれですね、これを外すんだけど爪のかかり具合をちょっと確認したいと思います。なんかしばらく観察してたんですけど、付け目かかってないような感じみたいですね。これ引っこ抜きゃ抜けんのかな抜けないぞ。ちょっともう一回確認します。ちょっと取り付けるやつをちょっと観察してたんですけど、こうなってて、どうも裏面これがストッパーになってるみたいですよ。ここの部分これなんで、こうなってて、ここのところにこうなってるから、こうなってるわけですよね。こうなってるわけだから、こう引っかかってるんですよね。こう引っかかってるので、ここをちょっとマイナスドライブかなんかでグググって押して、金属を押してあげれば外れるんじゃないかなと想像抜けてきた抜けてきたよっしゃ、いけるかいけるかあともうちょい、ちょっとペンチ借りよう。ああ、いったいった、こんな感じですね。こうや、ああ、ちょっと形状はオリジナルとちょっと違うんですけど、あ、これでもドライバーこうグイグイ押したから伸びたのかな、ここの部分が、ここのストッパーの部分が。こっちはこんな感じでなってますね。じゃあまあこれ外したので、こんな感じでちょっと差し込んで固定すれば OK なわけですね。その前にこれ洗ってきちゃいますねちょっと汚いんで。ケース自体は結構あれですね、ちょっと再利用たいなって感じですね。まあちょっとこれあれですね、ちょっと洗ってきちゃいたいと思います。はい、とりあえずですね、しばらくやってたんですけども、特に問題ないっすね。で、電池、電源の入れ替え、あのスイッチのオンオフもバッチリ効くようになりましたね。音に関してはスピーカー交換したんですけども、特には喧嘩はないみたいですね。で、あと、こちらの方ですね、端子の方も入れ替えましたんで、接点の方もバッチリです。一応今日はこんな感じで、ゲームボーイアドバンスの修理でした。最初はあれですね、スイッチの
交換だけだったんですけども、結局は端子、電池の、接点の部分と、あとスピーカーの交換までやっちゃいました。一応こんな感じですね。今回はゲームボーイアドバンスですね、ジャンクで手に入れて、ちょっとIPS 液晶にしたいんだけれども、まあジャンクはジャンクでいいんだけれども、ちょっと困った箇所っていうのをですね、ちょっと修理してみました。まあ同じような感じでボリュームのところもできると思うんですけども、そのうちまた手に入ったらちょっとやってみたいと思います。スイッチの方は、この電源スイッチの方は結構ちょっとタイトでしたね。細かいパーツが2つほどありましたんで、右と左にありましたんで、それはちょっと細心の注意でですね、ハンダで焦がしたりですとか、温めてどっか行っちゃったりとかしちゃうとちょっと大変なことになっちゃうので、そこら辺ちょっと大変なんですけども、そこを気をつけてやっていただければ特には問題ないかなと思います。で、ハンダ吸い取り機は今回の作業に関してはあまりちょっと必要ないかなって感じですね。ハンダ吸い取り線ぐらいでできる作業ですので、ただあれですね、低融点ハンダはちょっと欲しいですね。なんで、まあメルカリでちょっと売られてる方いらっしゃるので、そこでぜひですね、ちょっと買ってですね、なんですか、長続きして販売してくれるような感じにしてもらえるとですね、メルカリの販売している人ですね、僕も非常に助かる、お客さんですんで助かりますんで、ぜひよろしくお願いします。一応今日はこんな感じで、ゲームボーイアドバンスを修理してみました。いつもこんな感じでですね、ジャンク品購入してよくしてきますんで、そちらの方ですね、分解清掃ですとか、あとはメンテナンスですね、メンテナンスしたりですとか、今回みたいに壊れたりですね、修理とかも行っております。こんな感じのチャンネルなんですけども、チャンネル登録、グッドボタンですね、していただきますとですね、非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた。